Wi-Fi とは、パソコンやスマートフォン、タブレット、ゲーム機などのネットワーク接続に対応した機器を無線でインターネットに接続するデータ通信方式です。モバイルネットワークでは速度制限などがあります。さまざまな施設内やご自宅にある Wi-Fi ネットワークを使用することによって、料金を気にせずインターネットで動画の視聴やアプリのダウンロードなどを楽しむことができます。それでは設定してみましょう。ホーム画面を上にスライドして、設定をタップします。接続をタップします。 Wi-Fi をタップします。画面上部のスイッチをタップしてオンになっていることを確認します。ネットワーク名とパスワードは無線 LAN ルーターの側面などに記載されています。ネットワーク名は SSID と記載されていることもあります。接続するネットワークをタップします。パスワードを入力します。接続をタップします。ネットワーク名の下に接続済みと表示されたら設定完了です。